皆さんこんにちは、ミカです。フロリダに拠点のあるホットヨガ、ジミーバーカンヨガの最後のパート、クールダウンをまとめた動画です。前半と真ん中、最後の動画をすべて合わせていただくと60分間のジミーバーカンヨガになります。ぜひ毎日の良い習慣にしてみてください。立ちポーズで動いた後、少し仰向けになって、体内側のエネルギーを穏やかにします。呼吸落ち着いてきたら両膝を曲げて、軽く左右にパタパタと倒しましょう。真ん中あたりで止まって、かかととお尻近くします。足の裏同士合わせて膝を外側に開いて、両手を中の上、親指同士、人差し指同士をくっつけて、この四角の中におへそが入るようにしていきます。スプタバジラーサナー、腹式呼吸感じるポーズです。鼻から吸って、お腹が膨らむ、鼻から吐いてお腹がへこむ、鼻から吸ってお腹胸が膨らむ、吐きます。肩周りが崩して、アクティブなようなエネルギーが穏やかな陰のエネルギーと変換されます。ハタヨガの歯はアクティブなエネルギー、タはリラックスのエネルギーを表しています。すべてのものには2つの要素があり、どちらかが重要なのではなく、2つのバランスを整える、それがハタヨガで得られる効果と本来の目的です。もう一つ呼吸しましょう。その息をすべて吐いて、吐き切ったら両手をまっと膝を閉じます。左の足だけ伸ばして、両手で右膝を抱き寄せます。吐く呼吸で右膝を胸の方へと寄せて、で足首回したかった足首を回して、反対側にも回して、もう少し膝胸に寄せられるときは、右膝に引っ掛けて肘と肘をつかむようにします。頭は下げておきます。で吐く呼吸で右胸と寄せて、ももでお腹をマッサージします。鼻から吸い、鼻から深く吐きます。左の肘が下がりやすいので、左の肘少し上げて、左右の肘の高さを揃えます。その息全部吐き切ったら反対側に変えます。右足は伸びて、左の膝を抱き寄せていきます。足首回すときは足首軽く回す、反対側にも回すようにしましょう。このまま吐く呼吸、左膝の胸と寄せ、もしくは左の肘を左の膝に引っ掛けて、肘と肘をキャッチ。右の肘下がりやすいので、肘の高さ揃えたら吐く呼吸で左膝胸と寄せて、左のももの前側で下行結腸、腸の出口のあたりをマッサージします。鼻から吸い、鼻から深く吐きます。右の足マットから浮いてこない、右の足は床で、一つ呼吸して、呼吸でお腹をマッサージ、腸の働き良くなるポーズです。朝行っても夜行っても効果的です。では手をほどいて、両手で両膝を抱き寄せていきましょう。できるだけコンパクトに、肘と肘を頭を下げます。吐く呼吸、尻尾の骨は床です。顎が上がりやすいので顎下げておきましょう。尻尾の骨から腰の骨、背骨一個ずつ、首の後ろ側までが伸びます。鼻から吸い、穏やかな呼吸です。深く吐く、お腹の中一度からアップにします。では吸う呼吸で手をほどいて、両足を天井、少しお腹のエクササイズをするので、手をお尻の下にしまっていきましょう。二の腕から体の下にしまっていきます。吐く呼吸、かかとを下してぐー、足を3分の1ほど下げ、つま先伸ばしてポイント、かかと下しフレックス、おへそへこませて、吐く呼吸、さらに3分の1下ろします。つま先伸びてポイント、かかと下しフレックス、さらに吐く呼吸、おへそへぐり込ませて、足が床から10センチ浮いたところでキープ、つま先伸ばしてポイント、足を開いてパ、閉じてクロス、開いてパ、反対側上にしてクロス、あと3、呼吸します。2、お腹使います。おへそ引き込んで、ラスト、足閉じた、かかとグーッと下してフレックス、フレックス、フレックス、ゆっくりとかかとまで降りていったら、ふうリラックス、お尻の下から手を出して解放です。お腹リラックスです。では、次は両膝を曲げて、
左の足を右足の上に絡ませていきます。お尻軽く左側にずらし、右側に膝をパターンと倒していきます。ベリーツイストを使った中ほぐします。右手が膝です。左の手と奥真横に伸ばしていき、顔も左側に向けていきましょう。鼻から吸い、呼吸左胸に広がります。吐く呼吸でふう、左の肩がさらにマット床の方へと降りて、左手の指先はもう一つ遠いところに連れて行かれます。あと一呼吸、鼻から吸って、呼吸が広がります。吐く息でふう、ウエストから内臓をねじっていきましょう。リラックスが深まる。内臓のマッサージ。吸って足ほどいて真ん中。今度反対側です。右の足を左足に絡ませて、お尻の位置をマットの右側、右寄りにずらしていきます。このまま膝をできるだけ胸に寄せて、左に倒す。右の腕を右側に伸ばして、顔も右手指先の方で。肩ギュッと上がりやすいので、皆さん肩をぐーっと優しくマットの方で、右手の指先遠いところ。膝はそんなにマットにピタッとくっつかなくてもいいので、肩を床に下ろすようにしましょう。で、ここで呼吸。吐く呼吸とともに、視線も右手の指先へ。体がマットに溶けていきます。吸って、深く吐いて。一つ、普段緊張している肩周り、肋骨周り緩めます。吐き切っていきましょう。お腹の中からアップになります。ウエストからねじりを深めて、では吸う呼吸で足をほどいて、元にスルスルスルと両足伸びていきます。一度リラックス。はい、では膝を曲げて左右にパタパタと倒して、両手頭の上です。このまま指先とこう取って、体を起きていきます。起き上がってこれたら、うつ伏せのものと、あと座ったポーズいくつか行っていきます。まず、うつ伏せは、背筋を行っていきます。両足は腰幅、手胸の横。一息吐き、吸って、リフティードコム。スリー、手使わずに、背筋だけ使って胸リフト2、耳と肩遠くします。お尻締めてコブラの尻尾みたいに後ろに伸ばします。吐く呼吸でふう、体マットに降りてきて、両手後ろに伸ばして体の下にしまっていきます。手のひらがマットです。一息吐いて顎が床です。吸う呼吸で右の足マットから持ち上げます。つま先後ろの壁をタッチするように、ももの付け根から右足後ろに伸ばします。吐いてマットに降りてきて、反対です。吸って左の足がアップです。胸と顎は床をしています。左のももの付け根、元からもう一つリフトさせて、膝曲げずに伸ばし続けます。吐いて降りてきて、ラスト両足一緒に行きます。胸、顎で床をして、吸う呼吸両足が元から上がってくる。スリー、ツー、ワン。吐く呼吸で両足元に降りてきて、体の下から手を出して、手を重ねて好きな方に顔を向けて、尻ゆらゆらゆらと揺らして、リラー。では膝を曲げて、手で足の甲外側からキャッチしていきます。吸う呼吸で右の足で右の手のひらをキックして、吐いて下ろします。反対側です。吸って左の足の甲で左の手のひらキックして、吐いて降りてきます。両足一緒に行きましょう。吸う息で足の甲で手のひらぐーっとキックするようにして、背筋使っていきます。3、姿勢は空、足の甲で手のひらキックして、ラスト吸って胸風船のように膨らませて、吐いてふうリリースです。手と足をほどいて、ゆらゆらゆら、顔先ほどと反対側に向けて、腰背骨緩めます。では両手は胸の横、体を起こしてあげて、一度チャイルドポーズかポピードッグで背中伸ばしていきます。ではですね、座ったポーズをいくつか行いたいんですが、マットに座れたら左の足を斜め前方向で、体左足の方です。右手を左の小指の外側からキャッチして、吸って吐く呼吸で体を前に倒します。余裕があれば右の耳を左のすねの方、左手を腰の後ろにもつけていきます。吸って背骨伸び、吐く呼吸で前屈を深めていきます。片足前屈のポーズ。吸って、
で背骨をまっすぐ伸ばしながら半呼吸で右の耳と左のすねをくっつけることで背骨ツイストも加わります。すべての息を吐き切ってゆっくりと体を起こします。吸って吐いてリリースです。一度右手を腰の後ろ、吸う呼吸で左手を上げて体の前側を伸びていきます。はい、では一度左手、吐いては左手マットに降りてきてお尻もそのまま座っていきます。左の足を右足の外に移動させていきましょう。右手を上げます。右手で左の膝外側から掴んで右手は右膝を前からキャッチ、左手お尻の後ろ、吸う吐く呼吸で左側方向にねじっていきます。鼻から吸い、背骨伸びます。吐く呼吸でもう一つねじり深めていきましょう。アルダマッテムラーサナです。鼻から吸って背骨が伸び、吐く息で上もう一つねじり深めていきます。ラスト一呼吸吸って吐き切っていきましょう。背骨ツイートすることで毒素が体の外に入ってきます。吸ってを緩衝面、吸ってをほどいたら手を体の右側に置いて少し背中を丸めるようにしてカウンターツイストを行います。では足をほどいたら前に伸ばしてゆらゆらゆら、今度右側を行います。右足斜め45度、左の膝を曲げて足の裏内もも、左手を上げます。可能であれば左手で右の足小指の外側から持ちます。でそれが難しかったらタオルなど足の後ろに引っ掛けるなどでもいいし、このまま体倒せるところまで倒せるで十分です。もしねじっていくときは右手を腰の後ろ、吸って背骨を伸ばし吐く呼吸で左の耳を右のすねの方へと近づけていきます。背中伸びた状態で吐く呼吸を吐き切る意識で行っていきましょう。吸い、呼吸します。吐いて、背中丸まるようであればまず伸ばすことを優先します。伸びた背骨だからこそしっかりとねじることができます。すべての息を吐き切って、吐き切ったらゆっくり吸って体を起こして吐いてリリースです。左手腰の後ろに置いて右手を上げて体の前が伸びる、で頭の向こう側を通って自然と床に降りてきたらお尻もゆっくり降りてきて、首気をつけて行うようにしてください。右足ご自身の方に寄せて左の膝内側です。その足飛び越えていきましょう。左手を上げて体側伸びる、吐いて肘を膝の外に引っ掛けて、左手で左膝前から掴んだら右手お尻の後ろ、吸って背骨伸び、吐く呼吸で右側方向にツイスト、スリー、背中後ろに丸めないように垂直に伸ばした状態です。でそこの伸ばした状態から一粒ずつ背骨を右側にじわじわっとねじるように意識します。最終的に頸椎で視線が遠く後ろです。ラスト一呼吸吸い、呼吸全身に広がります。吸い、吐く息でウエストから内臓をマッサージ、ウエストからねじり深めます。吐き切ったら吸って顔正面、手を体の左側に置いて少し指先でマットを一つ背中を後ろに丸めるようにするとカウンターツイストを行います。では足をほどいて前に伸ばしてゆら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 です。では、最後は2本の指と足の指を使う、吸って背骨が伸びて吐いてお尻トコトコトコと後ろに歩かせて両足前、吸って背中伸びます。吐く呼吸でお腹をもも、おでことすねを近づけてパスチモッターナーサナ、足の後ろ伸びます。呼吸しましょう。神経がリラックスするのに効果的なポーズです。吐き、ファイ、首肩緩めてリラックス、フォー、神経が穏やかに鎮静されます。スリー、足の向こう側に行く方は両手足の向こう側でつないでいただいても結構です。チュー、呼吸深めます。ラスト、スリー、吐く息は体の中にもう何も残らなくなるくらいに深く吐き切っていきましょう。すべての息を吐き切った、吸って吐いてフーリリースです。
では体を起こしてこのまま背中の後ろに肘をついて仰向けになってお休みをします。皆さん、ご覧いただきありがとうございました。ナマステ。アセヨガライブアプリからは日々のライブ配信クラスと月1回の60分クラスを行っています。こちらのヨガクラスも皆様のご参加をお待ちしております。シャンティーピース。